はい、トラポンです。今回の動画はですね、12月28日のですね、勝負レースの動画ということで作っていきたいと思います。はい、まずはですね、12月28日のまず1つ目の勝負レースはですね、阪神の7レース、3歳以上1勝クラスのダート1800メートル、このレースにいたしました。はい、まずはですね、先週の阪神競馬場のダートコースのですね、 まあ特徴というかね、まあ着やすい馬の特徴はですね、とにかくですね、後ろから行く馬、刺し馬、追い込み馬がですね、かなり有利な状態となっております。先週の土曜日ですね、日曜日ともにですね、ダートレース、逃げた馬は1頭も連帯になっていないと。でですね、先行馬もですね、もう2番手、追走、もう2、3番手ぐらいのね、追走の馬もね、 ほぼ来ていないということで、それがですね、まあ、特に、まあ、短距離になればなるほどですね、まあ、前に言った馬は厳しいと、まあ、1800メートルぐらいならばですね、まあ、4番手、5番手ぐらいの馬ならまあかろうじてですね、馬券圏内に1頭入るか入らないかぐらいの感じはあるんですけども、ほぼですね、もう3着以内に入る馬たちはもう中断。 からですね牛のたちの馬ということでもうかなりですね偏った傾向になっているということでですね、まあ、今日、ですね28日土曜日、まあ、阪神競馬場現在のところ、ややおもなんですけども先週のね土曜日もややおもで、ね、行われてたということで、まあ、先週とね同様の馬場のね特徴を引き継いでいればですねまあ今日の 阪神競馬場のダートレースもですね、とにかく後ろから行く馬を狙っていくと。で、逃げる馬はですね、もう馬券からも向きいって切っていくということがですね、あの非常にあの大切なことだと思います。ただね、阪神7レースのダートレースの勝負レース一発目なんですけども、午前中にね、 阪神1レース、2レース、そしてですね、4レースと、阪神7レースのダートレースまでにですね、3つ番組がダートレースで組まれていますので、この3レースのね、あのレースの内容はね、しっかりと見といてください。やはりね、あの先週までね、極端なバ,バア傾向があったとしてもね、あの今週、ガラッと変わる可能性もありますので、その点はですね、 あのししっかりとと注意していいきたいと思いますもしね、朝のね、この午前中のサンレースのダートレースでね、逃げ先行馬がですね、あのもう馬券にね、バンバン来てるようならばですね、あのー、この買い目はですね、あの見送ってもらった方がいいと思います。逆にですね、朝のサンレース、相変わらずですね、差し追い込み馬がですね、あのもう、 馬券圏内に占めるようであればですね、あのー、今から言う解明でですね、まあ、勝負してもらってもいいと思います。はい、ということでね、阪神7レースのですね、まず本命な班ですけども、7 14番の名称春日といたしました。 はい、名勝活動はね、前々走、阪神1008ダートで、まあ、3着0秒1差、まあ、この時はね、先行してるんですけども、この時も馬場状態がややおもの馬場状態でして、非常にややおもにしてはですね、スローペースだったということで、まあ、この馬もね、まあ、先行していたんですけども、まあね、前走はね、京都の1800メートルのダート戦で、位置取りは中段ぐらいからの競馬をしていると。 まあね、必ず後ろから行くまではないんですけどもただ前々走のレースのペースで先行できたと私は思っていますやはりですね今回のメンバー構成で、まあ、よほどね位置を取りに行かなければやはり前走ぐらいの位置取りになっていくのかなということを私は想定しております でね前々走の上がりタイムを見てもらえば分かるんですけどもまあ3番手から23番手からいっての、ね、上がり36秒5っていう上がりタイムを見てもらえば分かるんですけども、まあ、かなりスローペースだったということでね、まあ、このまま先行馬じゃないかってまあツッコミを、ね、入れたくなる方もおられると思いますけども基本このままはですねこのメンバー構成に入れば外枠に入ったということもありますのでそこまでですね前々走には前の位置取りにはならないかなと ななならないかなと逆にですね前前走のような位置取りになればですね相当このレースがスローペースになっているということでそもうそこ,この馬がですね先行するぐらいのペースになっていればですね馬なりで、まあ、先行のしてもですね、まあ、ある程度の,あの頑張りはしてくれるかなとあの差し場場であってもですね、まあ、ただね、まあ、前走4着に負けているじゃないかということなんですけど前走のね強盗コースなんでね この時は前めの馬たちが有利だったということで、まあ、今回はね、差しやすい馬場ということを想定しておりますので、まあ、名称春すがね、今回のメンバー構成ならば、順当にですね、あの上位争いはできるんじゃないかということで、本命と。で、2番手はですね、大穴なんですけども、4枠8番のディボリドライブということでね、まあ、このまま休み明けなんですけども、まあね、函館を中心にね、あの、 夏場ずっと使ってきてるんですけども、まあね、着順は5着、4着、6着という形でね、まあ、今一歩の競馬が続いてるんですけども、あのレース内容を見てると、ですね、まあ、小回りの1007よりもですねこの 1800m の距離延長してがですね追走もだいくぶん楽になりますし、最後はね一応確実に伸びてきてるんですね。で、普通のね、あのー、差し場場じゃない。 フラットな馬場状態であれば、さすがにこの馬から狙うっていうことはなかなかできないんですけども、ここまで極端なね、差し馬場の状態であればですね、広いコースになってですね、一発あっても不思議ではないと、で、人気も当然全くないんでね、この馬を積極的に2番手で勝っていくということになります。で、3番手はですね、2番のイノ・ディエールということでね、まあ、前走ね、先行有利な中京でね、追い込んで3着ということで、 まあ前々走も、ね、福島の小回りで3着ということで、まあ、この馬も確実に最後は末は確実ということで、ね、3走前も上がり1位ですので、ねまあ、ずっと上がりは常に最上位を使っているということで、ね、今の阪神のダートの,あの傾向に、ね、まさにぴったりということでこの馬が3番手。 で4番手がですね11番の名将番からとこのまもね前走中京のダートでねあの後ろから行って4着ということなんですけども、まあ、若干ね前走はメンバーに恵まれた感もありますのでまあねこのまま本来ならばそんなに強く押せないんですけども今の差し棒であるならね前走のような競馬をしていればですね、まあ、十分。 上位争いできるかなということで、この馬が4番手。で、5番手が15番のハイパーなバということでね、まあ、この馬はね、あのー、取り立てで後ろから行く馬じゃないのかもしれませんけども、あとはね、29ヶ月ぶりということでね、もう長期休み明けなんですけども、ただね、もともとこの馬のポテンシャルというのはね、メンバーの中では間違いなく1番ということなんですね。この成績を見てもらえばわかるんですけども、あのー、 長期休みに、ね、入る前まではね、このヒアシンステークスのオープンでも3着に来てたように、まあ、ポテンシャルだけはね、このメンバーの中では間違い抜けているんですけども、やはり長期休みはけということでね、さすがにもともと実力はある馬なんですけども、まあ、29ヶ月ぶりということでね、まあ、いきなりはどうなのかということなんですけども、ただあっさりね、この馬が馬券圏内に来てもおかしくないということで、まあ、現在ね、 あのー、マニア表でね一番人気になってるんですけども単焦まあおそらくね一番人気にはまあならないと思うんですけどまあこの馬もね、あのー、それなりに乗り込んできているという情報もありますので外枠からスムーズな競馬ができればいきなり走っても不思議ではないということでこの馬も5番手で買いますで6番手が13番のモダスオペラシティということでねまあこの馬もね まあ前々走なんかを見てもね、まあ、1勝クラスの二2番人気に押されるということで、まあ、それなりにね、1勝クラスならば上位人気に押されても不思議ではない、今と。まあ、前々走の上がりも36秒9ということでね、まあ、阪神のダート2000メートルですけども、まあ、それなりの足も使いますのでね、今の差し場場であればですね、十分この馬が馬券圏内に食い,食い込んできてもおかしくない。しかも外枠に入りましたので、まあ、スムーズな競馬もできるかなということで、この馬が6番手。で 7番手に16番の萩野アトラスとまあこの前ね前走中京の先行有利なダートで恵まれた感はあるんですけどもまあこの前もね毎回必ず先行するかどうかっていうのはちょっとねあのまあ枠とかによってもわからないんですけどもただ前走はかなり出していった競馬だったんでねあのまあ外枠からねそこまで前に出していかなければそこまでねあの前目につけない可能性もあるということでまあね あの前々走なんかもね、後ろから、まあ、競馬していることもありますので、まあ、絶対先行するっていう確証がない限りはね、なかなか、その、切るということはね、いくら差し場場であってもできないので、まあ、差してくる可能性があるということで、このまま一応、抑えると。で、6番のですね、アナザーラブソングと。このもまま、最後の8番手に印打ったんですけども、まあ、このままね、あの成績を見てもらえると、 分かるんですけど、まあ、全部芝レースということでね、まあ、ダート代わりということで、まあ、芝レースではね、後ろからの競馬をしているので、この馬がね、ダート代わりで一変して後ろから、まあ、食い込んでくる可能性も十分考えられるということで、まあ、一生クラスということでね、そこまでそのメンバー構成的にも強くないので、初ダートのまでもですね十分まあ構想してもおかしくないかなと。まあ、要ははねね場とということは、ね、芝 芝のね、適性が入っている馬が走りやすい馬場状態であるということであるので、まあ、十分ね、芝からダートの馬も走りやすい馬場状態ということで、この馬も抑えました。はい。ということで、まあ、印のおさらいですね、阪神7レースの本命が名将春日、対抗がディボリドライブ、で3番手がユノディエール、で4番手名将番から5番手ハイパーノバと、6番のモダスオペラシティ、萩野アトラス、アナザーラブソングということでね、 開、まあ、目はね、ちょっとこのレースに関しては点数多くなりました。本命、1列目に3連覆14番の名カスがで、2列目にね、人気が全くないんでね、ここはちょっと一発狙おうかなということで、1列目に8番の対抗のね、ディボリドライブも入れました。で、2列目にね、まあ、名将春がディボリドライブの DL 名将版からと4頭入れて、まあ、3列目にはですね、印の打った馬、まあ、全部入れていくと。 いう形で、まあ、24点外ですね3連生まれんはですね、まあ、14番の名将春日からということで、こちらの馬の方がね、まあ、確実に連はしてくるかなということで、生まれ、あ、んはね、まあ、2頭から流すと点数多くなってしまうので、ここはまあ絞っていこうかなということで、まあ、名将春日の生まれんで7点。で、単勝はですね、あのーまあ、ディボリドライブも人気がないということで、まあ、1着になったときにね、 あのー、生まれん買わない分悔しい思いをするということで、まあ、単勝はね、名将春日とディブリドライブを2点買うという形でいきたいと思います。はいということでね、一つ目の勝負レースは、阪神の7レース、ダート1800メートルということになりました。はい、二つ目の勝負レースはですね、まあ、こちらもですね、阪神の9レース、あのー、ねダート1400メートルのね、 レースにいいたしますはい、このレースもね、もう先ほどね阪神の7レースで言った通おり、まあ、今の阪神のダートレースはですね、もうとにかく後ろからいかないと、特にですね短い距離、特に1004の、ね、距離はね本当先行馬が来ないんでね。 まあ先週の日曜日の、ね、最終レースも 1400m、一番人気が2ゲーマだったんですけども、やはりね、ものすごくスローに落としてね、普段だったら間違いなく逃げ切れるはずぐらいのペースだったのにもかかわらず4着に負けたということでね、本当 1400m はもう後ろからいかないとね、あの勝負になりませんので、このレースも当然後ろからの間ということになります。はい とということで、ね、本命は14番のグランソバールということで、まあ、前走、ね、東京競馬場なんですけども、まあ、東京で、ね、上がり1位の36秒2という形で、ねまあ、中段の9番手、8番手から、まあ、あっさりと差し切るという形で、ねまあ、前走久々の,、ね、あのダート戦だったんですけども、まあ、初戦、ね、2戦目とあのダートレースを使ってたんですけどもそれからしばらくは、ね、ずっと芝レースが続いてたんですけども、まあ、久々に前走ダートのレースに戻してね まあ圧勝だったということでね、まあこの馬ダートは走ります。で、3歳馬ということでね、まだまだ成長も伺えると、上積みも見,見込めるということでね、まあこの馬がまあ竹騎手を迎えてね、まあ、順当に外から、まあ、中段からですね、まあ差し切るかなと、まあね、格上げ初戦なんですけども、まあ、前走の内容を見る限り全く私は心配しておりません。はい、で、対抗がですね、 2番のヨドノビクトリーということで、まあ、前走阪神のね同じ 1400m ダートで、まあ、上がり1位の36秒6で追い込んできてるということで今の阪神のねし柴場優利のダートはぴったりですので、まあ、同条件ならばね順当にここも上位争いということでこの馬が対抗とで3番手が16番のロイヤルバローズと、まあ、この馬はね比較的前目の馬なんですけどもただね結構人気馬で強力な先行馬がいますので まあ、ロイヤル・バローズが必然的にね、大外入ってるので、お、ま、そ、あ、らくそこまで、ね、強引に1位は取りに行かないと思うので、ね、必然的にまあ5、6番手ぐらいの位置取りになっていくかなということで、まあ、ロイヤル・バローズの5、6番手の位置なら許容範囲かなと、馬券圏内に来てもですね、はい、そこまで極端にね、に逃げる馬と,、ま、とかではないのでね、この馬の位置取りならば、まあ、なんとか食い込めるかなということで、当然ね、前走、 京都とはいえねあの、同条件で2着ですので、まあ、実力的にも十分、このクラスならね、あの上ということで、この馬が3番手で、4番手が11番のコマバルーガということで、ね、この馬も川上初戦で前走先行してるかじゃんと思われるかもしれないんですけど、ただ3走前のね、阪神のダートの 1400m を見てもらえば分かるんですけども、この時は中段からの競馬なんですね。でしたがってですねあの、今回コマロ・バルーガがもう先行しない可能性があると。 中段からの、ね、競馬をしてくる可能性も十分考えられますので、やはり、ね、切るまでには至らないと、当然このまま3歳馬ということでね、まだまだ上昇の見込みもありますし、まあ、前走は京都ということでね、あのー、やはり前にいかないと無理ということで、意識的に、ね、前に出していった可能性がありますので、まあ、純粋なね、何が何でも前に行く馬ということではないのでね、この馬はあのー、印を打ちました。 で5番手が5番のミッキーマインドということで、このまあ人気ないんですけども、3走前に阪神の、ね、1400メートルダートで追い込んで3あの4着と、まあ、勝ち馬からも、ね、1秒1差離されているんですけど、ただこ、ここまでのね極端な差し場場であれば、ですね3走前の内容でも十分勝負になってくるかなと、まあ、その後ね、阪神ダートでね、まあ、大敗が続いてるんですけども、この時は差し場場ではないのでね、この辺はもう全く。 度返し,していいかなと今回の極端なね、差し有利の馬場であれば一変してもおかしくないということで、この馬が5番手。で、最後にね、昼のサラバドールということで、まあ、この馬も先行しているんですけども、前走。ただ一応ね、同じ距離の阪神で、まあ、差しババじゃなかった時の阪神専用ダートとはいえね、同じ距離で2着に来てますし、この馬もね、 あの前走は先行していますけども2走前のねまあ距離は違いますけども福島の競馬ではね後ろから行っていることもありますのでこの馬もねあのまあジョッキーも当然ね今の阪神のダートは先週までのね阪神は先行が不利ということも分かっていると思いますので意識的に位置取りを後ろから行く可能性もありますのでまあこの馬もねやはり抑えておかなきゃいけないかなということになります。逆にねまあ私はまあ今回 あのこのレースは6頭しか印を打たなかったんですけど逆にこの敬愛対抗図ターコイズとかですね王権ドーンというのはまず先行すると特に敬愛対抗図なんかはもう絶対に、ね、先行するまですのでこの馬はねもう今の差し場,場の有利なあの状態であ,あればいらないかなと特にね京都とか中京とかね前が有利な競馬場のみばかり構想しているのでね はい、ちょっとでもやはり前がきあの、ね、苦しい馬場状態になると意外にもろいかなと前走もね0秒7差あの先行有利な中京であってもね勝馬から0秒7差は引き離されていますし、まあ、王権道もね中京のその先行有利な中で勝ってきて格上げ初戦ということでね、まあ、前戦争の京都もね先行してますのでこの馬もね多分おそらくかなり位置取りを取りに行くと思いますのでこの2頭はまあ切っても まあ大丈夫かなということで、この2頭はあの馬券から外します。はい。で、阪神9レースのですね、あの印のおさらいですけども、まあ、本命はね、714番のグランソバール、対抗がヨドノビクトリーですね。で、黒三角ロイヤルバローズ、で、4番手コマノバルーガ、で、5番手にミッキーマインド、6番手にあの3番のヒルノサルバドールということで、まあ、このレースはね、もうグランソバール、もう 私はかなり来ると思いますので3連覆で 1, 1列目にはこの1頭だけで2列目にヨドノビクトリーロイヤラバローズコマノバルーガで3列目に印の打った2番手以下を5頭入れて9点外でね馬連は5点外ですね7点外って書いてありますけどはい5点外ですね馬連は5点外と2番からね対抗以下 たまに5点流すと。で単勝を14番買うという形でいきます。はいということでね、2レース目の勝負レースは阪神の9レースのダート1400メートルのレースといたしました。はい、3個目のですね、3つ目の勝負レースはですね、中山の第10レースのですね、立志ステークスの芝1600メートル。 こののレレーーススをですね、3つ目の勝負ととして取り上げたいと思い思ます。はい、まずね、このレースを取り上げた理由といたしましては、非常に混戦なメンバー構成ということでね、あの人気馬、一番人気がね、あの予想されているのが今現在ね、8枠15万のルガール・カルムということなんですけども、まあ、その馬とね、あの私が今回狙っていく馬のがですね、そんなに実力差がない にもかかわらずですね、オッズにはかなり開きがあるということでね、まあ、期待値を追いかけたときに、まあ、かなりね、狙っていっても面白いんじゃないかなということで、あのこのレースを取り上げました。はい、で、本命がですね、5枠9番のチャンピオン・ルパンということにいたします。はい。まあね、チャンピオン・ルパンね、まあ、前々走が中山1600メートル、秋風ステークスですね。 まあ4着0秒4差なんですけども、まあ、この時ね若干スタートから、まああのー、スムーズにまあ出なかったという不利がありましたはいでですねこの一番人気のルガールカルムも前前走ずセづいてなんですねでこの時が、まあ、この馬が2着なんですけども、まあ、勝ちタイムをねあまあ走破タイムを見てもらえば分かるんですけど0秒5差なんですねはいで当然 あのチャンピオン・ルパンがね、まあ、さっき今言ったようにスタートがまあうまくいかなかったと。まあ、ルガ・ール・カルムもね、毎回このままあのスタート悪くて、この時もルガ・ール・カルムもスタートが良くなかったということなんですけども、ただね、チャンピオン・ルパンは毎回スタートが悪いわけではないので、まあ、この時、まあねたまたま良くなかったということで、今回チャンピオン・ルパンの方はスタートを決める可能性があると。逆にルガ・ール・カムルはですね、 あの毎回スタートが良くないということなので、その分、まずスタートの差でね、あの0秒1 3ならば、ほぼ同じぐらいになっていくんじゃないかということですね。で、2つ目がですね、ルガール・アルカイモルは前々走も5 3キロで、今回53なんですね。あの逆にですね、チャンピオン・ルパンは前々走5 7キロで、今回5 5キロなんですよ。要するに、金量が今回チャンピオン・ルパンは 2kg をもらえたと、前々走と比較した場合にはですね、その分でも当然、 まあ、単純な、ね、計算でいってもチャンピオン・ルパンに利があるということですね。でさらに言うとチャンピオン・ルパンの今回の最終追い切りが非常にいい内容だったということで、まあ、3つの点からですね、まあ、一番人気とされている馬よりもですね、まあ、上に来る可能性があるということであればですねもう自然的に、まあ、オッツを比較 考えたときにね、チャンピオン・ルパンから狙う、狙っても面白いだろうと。もちろんね、あの、チャンピオン・ルパンとルカ・アカルムが両方来ないっていう可能性ももちろんあるんですけども、他の秋風ステークス組じゃない方からね、秋風ステークスだけで比較してるんでね、他のあの、レースから来てる方に利がある可能性もあるんですけども、単純にですね、一番人気の馬のレース内容と比較したときに、人気薄の方に、 今回逆転できるる余地があるとしかもそれを中山専属のレースでの比較であって今回も中山専属であるわけですから、まあ、かなりねその考察っていうか計算的なものは成り立つかなとこれが他の競馬場で比較してるんだったらねあのなかなかその通りにならない可能性もあるんですけども前々うも中山専属今回も中山専属という同じね舞台での話をしているので、まあ、非常にこれはねあの 私の言ってる話がまあ可能性があるということで、まあ、チャンピオン・ルパンをですねここは狙っていくのが、まあ、期待値を考えても当然なのかなと、まあ、ということに至り、ま、なりました、はい。ということで、まあ、チャンピオン・ルパンがここは本命でいくとで対抗はですねネリッサにいたしました、まあ、ネリッサはね、まあ、3走前からね、あのー、3走前2走前と連勝して、ね、新潟で。 非常に今末が鋭いと、で前走もね上がり32秒9の上がりを使っているんですけども、前走はですねやはりあの位置取りが後ろすぎたということと、非常にレース自体がスローペースでね、上がり32秒9を使っても、勝ち馬からはねあの0秒5差負けてしまったんですけども、まあ9着なんですけど、0秒5差ということで、まあそんなにね着順の,あの,なあの9着という結果よりは、ですね実際はそんなに負けていないと。 で現在の中山の芝の状況なんですけどもあのやはり開幕週と違ってですねかなり先行有利な状態からですねやっぱ差し込みやすくなってきている馬場合になっているということで、まあね、リスタのね客室のみたいな馬もね非常にあの,あの中山専属ではね走りやすい状態になってきてますので。 なかなかねあの、先行馬有利な状態ではなくなってきているというのが一つとですね、まあ、あとは714番の、ね、モルフェ・オルフェが結構ねあの、飛ばしていくタイプの逃げ馬ですので、まあ、それなりにレースは流れてくれるのかなということでね。 あの普通に中段ぐらいからの馬が一番まあ馬券圏内に来やすい展開になってくれるかなというのもですねこの練リッサを対抗に上げた理由の1つになります、はい。で3番手が15番のマルガール・カルムということでまあさっきね比較してこっちの方が下って言ったんですけどもただこのまま中山戦力は非常に安定して走りますしまあさっきねたった0秒打差しか まあそのチャンピオン・ルーパンに勝ってないんですけどもただ上がりだけのタイムで言えばね、あのー、チャンピオン・ルーパンが34秒2に対してルガール・カルムは33秒5ということでコンマ7のね上がりタイムの差はありますので、まあ、こまあね最後の足の鋭さから言えば、まあ、ルガール・カルムの方がですねまああるということで、まあ、前走 1400m 使って、まあ、一番人気で負けてるんですけどもまあこれはね まあ、このレースに限ってもスローめちゃくちゃスローペースでね、後ろから引くファンにはちょっときつかったということで、まあ、これは度返ししていいかと、逆に中山戦力の、ね、得意な距離に戻れば、ですね、まあ、順当に、まあ、巻き返しなのかなということでね、まあ、人気が一番人気ということで、まあ、このまの評価をまあ,あえて3番手に置いたというのがまあ正しいですかね、まあ、チャンピオン・ルーパーの能力的にはね、まあ、あのー、 あの金量とかね、あのまあ、スタートの出遅れる可能性もあるんですけども、まあ、その辺を差し引いても同じぐらいはまあ可能性あるのかなと、ただまあさっきも言った通り、オッズがあの、ね、人気がある方から狙うんじゃなくて、同じぐらいの可能性ならば当然、人気のない方から狙うということで、まあ、序列をですね、まあ、3番手にしたということになりますで。4番手が7番のフレッチアということでね。 まあこの馬もね、1400m を、ね、中心にまあ最近は使われてるんですけども、はいまあ、前走は千0りだったんですけどもこの馬もね、中山戦力で勝ち倉がありますからむしろね、中山戦力は前のね、な何週間か前の動画の,時の、ね、あのもう話したんです,んですけど中山戦力はねあの、どちらかというと短い距離からの,、ね、あの延長も、ね、十分走ります。 はいやっぱりね、中山戦力というのはトリッキーなコースなので、ある程度のね、あのパワーが必要ということで、あの長いね、あの距離から来るよりもですね、短い距離である程度対応した方がね、あのやっぱり位置取りとかもね、取りやすいという面もありますし、専用のね、使ったそのスピードがね、あのレースに生きるということが多々ありますので、まあ、 このローテーションは全く問題にしていません。むしろ戦力でもう一回勝ってるんで、ねはい、このコースの適性は十分あるということで、ですねあ最近ね短距離で結果が出ていないんですけども、私は戦力になった方が、この馬は競馬がしやすいという判断のもとです、ね、4番手評価にしました。はい、で5番手がですねウィン・フェニックスということで。 まあこのままね、まあ、久々のレースになるって、8歳馬なんですけどもね、まあ、チャンピオン・ルーパーも8歳馬なんですけども、はい、ウィン・フェニックスもですね、中山戦力でね、まあ、7着とか、まあ、その4走前はなんかはね、あの4着と、中山戦力も比較的走ります。はい、で前走もね、人気がない状態での構想だったんですけども、まだまだ8歳とはいえですね、競争能力が著しく衰えてることもありませんし、 1> あの内1目の、ね、枠に入りましたので、このまも普通に中段から卒なく乗ってくればね、ここまで人気がない馬ではないと私は思ってますので、ここまで人気がないのならば、積極的にあの買い目に入れていくことがですね、あのー、いいと思います。はいで6番手がね、5番のエクレアスパークルということで、まあ、このまもま秋風ステークス組でね、まあ、3着ということで、まあ、チャンピオン・ルパンド・ルガール・カルムのね、 まあ2着4着の間の着順だったということで、まあ、この馬は中山戦力走りますしね、内目の枠引きましたので、まあ、そこまで人気も集中してませんのでね、現在まあ単勝で14倍ついてますから、7倍人気でね、まあ、この馬も別に人気がないんで、当然この馬もねチャンピオン・ルパンから行って、ルカ・ハルカイムグロ三角にしてるわけですので、その間の着順に入ったね、この馬を買わないということはありません。はいで 次が7番手ですかね2番のミッキー・ブリランテということで、まあ、前走はね元町セークス、あのー、負けてしまったんですけどもただね前々走のね京都のこの同条件でね先行が若干ねあのーまあ、有利な馬場状態であったと思うんですけど開幕週でそれでもね、あのー、このね1枠の利を生かしてねまたスムーズに対列が決まってペースが向けばね十分まあ 食い込んできてもおかしくないということでね、まあ、人気なんですけども、まあ、ミキブリなんてもう三歳馬ということもありますのでね、はい、まだまだ成長していく段階だと思いますのでね、はい、この馬も前走負けているんですけども、巻き返しも十分あるということで、この馬も印を打ちました。で、一枠一番のレノンはということでね、まあ、この馬を1004からなんですけども、先ほど言ったようにね、中山戦力は1004からのローテーションも全く問題ない,ないんでね、 まあ逆に0秒3、0秒3、0秒3とね、1 0 4で今一歩の競馬が続いてるということは何かね、一つきっかけがあればね、まあ食い込んできてもおかしくないということ、それがね、一ロンの延長が鍵になってね、構想してきても全く不思議ではないということで、このまま再内ち枠ね、中山戦力内幕枠有利ですので、このままも印を打ました。で、19番のモルフェ・オルフェと。まあね、 これもさっき2ゲーまでかなり速いペースで飛ばしていくんだからというようなね、使い方でまあ紹介しましたけども、じゃあお前それでペースだけ作ってこないんじゃないのかって思いきやですね、まあもちろんね、それも考えたんですけども、ただ9月21日ですよね、この馬が32秒9、戦闘、中山戦闘。で、秋風ステークスが9月28日なんですけども、はい、秋風ステークスが9月28日ですね。 でね、この日の馬場と9月28日と9月21日、まあ一周モルフェオルフェの方が早いんですけど、ただ馬場さ換算で言う,言うとですね、ほぼ一緒なんですね。私の換算だと。はい。一周まあ、モルフェオルフェの方が早い開催時期に走ったんですけども、ただ私の換算だと馬場さ的にはほぼ一緒ということで、ほぼ一緒と考えなら、考えるのならばですね、モルフェオルフェの方が走破タイムが早いということで、あとはまあ、 動型馬もいないんでねまあしかもモルヴェロフェもそんなに人気ないのでまあね前走が明らかにねタイムが遅いとかなんかねあのー、恵まれたというのならばね切っ、まあ、てもよかったんですけどもあとは人気があるとかですねまあ人気もないですし、まあ、単純に馬場さんが同じでタイム差が速いわけですのでまあ外枠ですけども、まあ、2ゲーマーなんでね 最初すんなり先手さえ取れてしまえばそんなに不利もないということでねこのまま一応人気がないだろう抑えるという形でねまあとにかくこのレースは混戦なんでね印はちょっと多くなってしまったんですけどこのまま最後入れましたはいということでねまあ印のおさらいはこんな形になりますで3連複はですねまチャンピオン・ルーパン1列目で 年2列目に10番、15番、7番と。で、3列目に白の打った馬入れて、18点外ですね。で、レンは8点外と。で、単勝9番も1点買っていくという形でね、まあ、いきたいと思います。ちょっとね、点数は多いんですけども、ただチャンピオンルーパンも人気ないんで、まあ、十分先ほどもごつ確認したんですけども、まあ、全然問題ないんでね、この多点外であっても、十分利益は確保できますので、これでいきたいと思います。ということでね、3つ目の勝負レースはですね、 中山10レースのリシステークス芝 1600m このレースにいたしましたはいそしてですね本日はなんと4つ目と4つ目の勝負レースですねこちらも阪神のダートレースということで、まあ、阪神の、ね、11レースメイン競争のねペテルギウスステークスこのレースをまあ取り上げたいと思いますはいもうね阪神7と阪神9と もうどうせ差し馬から狙うんだろうということはもう皆さん分かってると思うんですけどまあ当然とまああとはね理由のまあ一つにねまあ一番人気がスマハマということでもう逃げ馬ですよねしかもほぼ確実にこのまあ前に行くとで2番人気のねワイルドカードもこのままほぼ確実に前に行くということでねしかも前走からの距離延長ということで非常にここはですねこの2頭が共にですね 外圏圏外から外れる可能性もですねもし先週のような差し馬場有利の馬場が引き継いでいればですね考えられるということでねもうここは思い切っても狙っていくという形でいきたいと思います、はい、もちろんね砂浜ママもね前走のように、まあ、3頭で、ね、ガーッと、ね、宮古ステークスのように、まあ、ハイペースにはならないんですけどもでも本当ですね先週はですね逃げた馬がスローだろうが何だろうがもう本当に来なかったと で、スマハマももう行くしかないんでね、おそらく今回行くと思うんで、ほんとね、先週までの馬場だったらもうスマハマとワイルドカードが2と同時にね、吹き飛んでもほんと不思議ではないのでね、ここはもう思い切ってですね、狙っていくと。しかもワイルドカードに至っては距離延長ということでね、もうここは絶好の狙い目ということで、ここは勝負していきます。はい、本命はですね、クイーンズ・サターンということえー、千葉ん2番のですね、 はい、クイーンズサートは、ね、前走 JBC クラシックでね、まあ、どう考えてもこの馬にとっては 2000m は距離が長いと。まあ、1400m の、ね、ネギシステークスで3着着ていたようにですね、1、ま、4、あ、も対応できるぐらいの馬であって、まあ、どう考えてもねこの馬の敵距離はもう少し短い距離と。 いいうことになりますはい、もちろんね、1900メートルのヘアンステークスで3着とか来てるんですけども、さすがに2000メートルはね、まあ、シリーズステークスでも負けてるように、2000は長いと。で、1900で来ていますけども、どちらかといえばね、もう少し短い方がいいかなと。私は1008ぐらいのね、距離で十分構想できるかなと。もちろんね、先独の武蔵野ステークスでも構想していますし、とにかく距離が短くなることがプラスと。で、先ほども何回も言ってるように、差し柱が。 差し場場なんでねこのまの差しが生きてくるかなと、まあ、距離短縮っていうね、ロー手が非常にいいですよね今回クイーンズ・サターンははいということでね、竹騎手が乗りますので今回、まあ、間違いなくね前に行くことはないと思うんで、まあ、中段からね竹騎手ならばですねもう最大限の末足を引き出してくれるということを信じてですねこの馬が本命とで2番手が5番の駒美昌ということでねこのまま格上げなんですけども まあ前々走1秒ちぎってね、阪神の2000メートル上がり1位と。で前走もまあ京都であっても上がり2位ということで、前走はね、比較でレベルの高い一戦でありましたので、この馬のね、差し足が生きる今の馬場状態ということで、この馬が対抗と。で、3番手が12番のメイプルブラザーということでね、この馬も毎回ね、きっちり差してくる競馬で3走前も上がり1位、こらこ1700メートルですね、前走もブラジルカップで。 まあ上がり36秒7と、まあ上がり1位ではないんですけども、この馬もね、確実にまあ差し込んでくるタイプの馬なんでね、この馬を外枠スムーズに運んでいければ十分上位争いと、今の馬場な,ならばですね。はい。で、2枠4番の黒ケと、まあこの馬もブラジルカップ組なんですけども、まあこの馬もね、中段からの競馬で毎回安定して差し込んでくるということで、まあこの馬が4番手。 で、5番手が11番のダンツ豪遊ということで、まあ、前走ね、最低品期の4着なんですけども、まあ、阪神1800メートルのね、構想実績もありますので、まあ、その時は先行してるんですけども、まあ、前走ね、距離短いところから延長になるんでね、まあ、坂井騎士が復帰してきて、まあ、どう乗るかなんですけども、まあ、でもね、前走いい、久々にいい内容の競馬をしたのが差し競馬だったんだね。まあ、今回も差しをしてくれるということを祈りつつ、まあ、このままが5番手。 で6番手がですね、まあ、カラクプアということで、まあ、この馬も、ね、前走最低人気なんですけども、まあ、前走差し込んできたということでね、はい、人気がないんで、この馬も積極的に狙っていきます。で、次が9番のデザートスネークと。まあ、この馬も、ね、比較的先行しているんですけども、差、まあ、すあのケースもあるということでね、まあ、スマハマとワイルドカードが前半かなり速い。 展開を作っていきそうなので、自然的にデターステークとの位置、ね、取り的になればね中段からの競馬になると思いますし、まあ、人気もないんでね、まあ、この面はもう1番人気、2番人気切って買うので、今回はちょっと広めに買いたいなということで、この馬も買って、で、次が8番ていうかバレッティと、まあ、この馬はもう前走ね、東京の戦力で、まあ、中段からの競馬で上がり2位のね、足を使ってますので、このままも中自然的にね、普通に乗ってくれば。 後ろからの競馬になるということで、このままもね、抑えます。あとはマイネルクラスと。このまま人気ないんですけども、とにかく後ろから行くということでね、まあ、4走前ね、阪神で1秒ちぎったレースしてますので、阪神18でね、まあ、最近3走はね、全くあのいいところがないんですけども、まあ人気がないんでね、この辺も押さえていくという形でですね、まあ、印のおさらいですね。はい、クイーンズ・サタンが本命2番、太鼓は駒昌。 3番手がメイプルブラザーと。で、いいかね。クロスケ、ダンツ、ゴーユー、ガラック、プア、デザート、スネック、パレッティ、マイネル、クラスということでね。はい。で、3連服ですね。2番が1列目と。で、2列目にコマビショウ、メイプルブラザー、クロスケと。で、3列目に印打ったまんぎりで18点外と。で、マレンも印流して8点と。で、単勝2番も買うということでね。まあね。 スマハマとファイルドカードを切った馬券なので、ね、もうオッズはもう間違いなくつきますということで、まあ、狙っていきたいと思います。はい。ということでね、今回はちょっとね、4レースということでね、かなりま長い動画になってしまったんですけども、まあ、とにかく皆さんにあの注意っていうかね、あの言っておきたいのは、まあ、最初も言ったんですけども、とにかく午前中のレースのね、レースを見てですね、 逃げ先行場が来てしまう馬場にもし変わっていたのならばですね、このまま買ってもですね、期待値は相当下がってしまいますので、その場合はですね、この回目はあまり参考にしない方がいいと思います。もしですね、1レース、2レース、4レースのダートレースがですね、逃げ先行場が壊滅状態だった馬場が引き続いていればですね、まあ、この馬券で私は勝負していこうかなというふうに思っております。はい、ということでね、まあ、今日のね、 1>, 1日で、まああの、令和元年のね、JRA の開催が終わるということでね、まあ、とにかくね、まあ、最後はね、勝って終わりたいということでね、はいまあ、最後はっていうか、最後もですね、最後も勝って終わりたいということで、まあ、今回ね、4レースも上げさせてもらいましたけど、まあ、とにかくね、朝からのレースも、買わないレースもですね、その馬場の特徴をしっかり見極めると。 いいうううこととがこ今日はですすね特にに大事かなというふうに思っております、はい、中山のね芝のレースに関してはねまあ特にねそこまで大きなその馬場の差はないと思うんでね、まあ、中山10に関しては、まあ、もうそのまま行こうかなというふうに思ってますけども阪神のダートの勝負レースに限って言えば午前中のレースをじっくり観察したいと思いますということで今回の動画はですね12月28日の勝負レースの動画として お送りいたしました。以上です。